ジョン・ウィリアム・グラボーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州出身のプロ野球選手。左投げ左だ。名字のグラボーは、グレーボー、グレーボーと読むのが、より近い。1997年の MLB ドラフトで、ピッツバーグパイレーツから3巡目で指名され入団。2003年9月14日にメジャーデビュー。2004年からメジャーに定着し、6年連続で60試合に、 登板している。左肘痛に悩まされ続けており、2007年は、スプリングトレーニング最中の3月23日に、左肘痛で離脱。開幕を故障者リスト入りで迎え、メジャー復帰は4月24日。シーズン終了後、肘を休ませる期間を3週間から8週間に増やした。2008年は、自己最高の74試合に登板し、 防御率は2.84と地震初の2点台を記録。2009年7月30日、トム・ゴーゼラニーと共にケビン・ハート、ホセ・アスカニをマイナーリーガー一人の計3選手とのトレードでシカゴ・カブスへ移籍。2009年開催の第2回ワールド・ベースボール・クラシックではアメリカ合衆国代表の一員として出場。リリーフとして 大会最多タイとなる6試合に登板し、防御率2.08を記録。ありがとうございます。